ご視聴ありがとうございます。ホグワーツ、レガシーをプレイしていきます。あんたたち大人のトロールと戦ったのかい？二人だけで？そうみたいです。実は頭がぼんやりしてて。なんだって？怪我はないの？ありません。お役に立ててよかった。ずいぶんと控えめな言い方をするね。あんたそういう性格なのかい？闇払いの素質がありそうだ。あんたたちもし怪我してなかったら、ちょっと物を元の場所に戻すのを手伝ってちょうだい。ええ、もちろん。シンガー、シンガー巡査だよ。改めてありがとう。いや、パロ、ちょっと時間をもらえるか？何の用か聞いてくれる。話してたんだ。どうも、初対面ですよね。自己紹介させていただこう。復職マエストロ、オーガスタス・ヒルだ。素晴らしい勇敢さでトロールと戦ってくれたことに感謝したい。ホグズミードをあるべき姿に戻してくれたこともね。お礼なんてそんな。君はマーリン勲章を受けるべきだ。でも僕はもっと役に立つものをあげられるよ。僕はグラドラグス魔法ファッションの店長だ。扱ってるものの中には防御力に優れた特殊な品もある。命を守れるな。危険な敵との遭遇はこれで最後じゃないだろうから、うちのローブを一着進呈しよう。今日のお礼としてね。お気持ちは嬉しいですが、代金も支払わずに受け取るなんてできません。何言ってんだ。ぜひぜひ。さあ、このサイズを試着してみるかね。見るものはたくさんあるよ。ゆっくりどうぞ。がっかりさせないよ。ファッションセンスがいいみたいだね。こんな形でホグズミードを紹介することになるなんて。さて、バタービールでも飲もうか。特に君は頑張ったもんね。3本のほうきに行こうか。うん、そうしよう。よし、じゃあこっちだよ。もし興味があるなら、もっと戦いにふさわしいアイテムを売ってるよ。ぜひとも僕の店をじっくり見て回ってくれ。
あまり混んでない時なら天使のシローナに会えるかもしれない。とっても素敵な人ですごい魔女なんだ。知り合いになっておくといいよ。ホグズミードに来たらガキは任せろと言ったな。俺は注意を引くだけでいいと。俺は約束を果たしたぞ。だが早速失敗したみたいだがな。あいつは何だ、何を隠している。奴を捕まえられなければお前は用なしだ。それだけ知っていればいい。さあ行こう。見られたかな。大丈夫だと思う。どうしてゴブリンがビクトール・ルックウッドと。ランロックがルックウッドと通じてた。日刊預言者新聞に載ってたゴブリンだ。見覚えあると思った。早く3本の箒に入ろう。ロードゴク、会えてよかった。何か分かったら知らせる。ありがとう、シローナ。元気で。さて、ご注文。おや、見たことのない顔だね。初めて来ました。ようこそ。これはおごり。襲撃の後の他の天使や住人の様子も見てみるよ。二人とも無事でよかった。この子のおかげ、トロールを一人でやっつけたの。本当に？すごいね。いただきます。いいよ。待って、ホグズミードにトロール？聞いたことないな。おかしいね。普段相手にする獣と言ったら。やれやれ。今出て行ったのはロドゴクか。随分客層が変わったようだな。心配ご無用。あんたたち二人が出て行けば客層はすぐに良くなるから。シオフィルス、やめた方がいい。やめておけ。大げさにやらなくていい。こいつに用があるだけだ。私の友人はバタービールを楽しんでるから。一言言わせろ。聞こえなかった？友人は忙しいって言った。みんな血を流し足りないようだな。来いシオフィルス。三本の箒は変わったらしい。よそに金を落とそう。いつまで飲んでられるだろうな。目をつけられちゃったみたいだね。気をつけて。ルックウッドとハローはトロールより厄介だから。トロール、ランロク、ルックウッド、何を隠してるの？全部話すよ。でも後にした方がいいかも。そろそろ城に戻った方がいい時間かもね。シローナがいて本当によかった。ルックウッドやハーローみたいな悪党相手にすごかったね。何が起きてるのか突き止めたいし、君に教えてもらいたいけど、今はとりあえず城に戻った方がいい。トロールの襲撃の件がウィーズリー先生の耳に入るのは時間の問題だよ。心配させたくはない。先生、会えて嬉しいです。私もだ。無事で何より。襲撃のことを聞いたぞ。ホグズミードにトロールだと？トロールは鎧を着てました。あの暗い光もドラゴンの首輪と同じです。ゴブリンの銀だ。ドラゴンを操るためにランロクが使っておった。だがどうやって、なぜトロールを？狙いは僕です。
ランロクとビクトール・ルックウッドの密談を立ち聞きして。ランロクがルックウッドとホグズミードにいたのか。トロールはおとりでルックウッドに狙われたんです。危ういところをシローナと3本のほうきのお客さんが助けてくれました。重大な知らせだ。君を追うランロクのゴブリンと闇の魔法使いの狙いは金庫にあったものだろう。金庫といえば、グリンゴッツのゴブリンたちはランロクと通じてるんでしょうか。思わん。グリンゴッツのゴブリンは決して人懐っこくはない。だが誠実だ。あの哀れな銀行家に起きたことを見る限り、グリンゴッツのゴブリンはランロクの信奉者ではない。ロケットじゃないですか。何かが入ってたんですよね。ああそうだ、碑文を発見した。声に出して読み上げるとこの地図が現れた。賢い魔法だな。ホグワーツの地図であることは間違いないが、どこにつながっておるかはわからん。これは図書館を示してます。正確に言えば禁書の棚、あとその先にも何か。地図上に魔法の痕跡が見えます。君なら何かわかるだろう。行きますか。その積極性はありがたい。私も何が見つかるかを明らかにするのは楽しみだ。だがグリンゴッツの出来事とミリアムの身に起きたことを考えると、私たちの進む道はとても危険だと考えるべきだろうな。だがまずヘキャット先生と取り組んでほしいことがある。でも図書館がそんなに危険ですか。本を探すだけでしょ。本一冊を求めておるだけかもしれんが、備えておかねば。防衛術に磨きをかけたらまた来なさい。ヘキャット先生には知らせておく。先生に新しい呪文を教わりに来ました。よろしい。あんたは急いで防衛術の課題を終わらせる必要があるとフィグ先生から聞いてるよ。よって今日はインセンディオ、炎の呪文を覚えてもらうよ。松明を灯したり、クモの巣を焼き払ったり、自分に危害を加えようとする者から身を守る時にも便利な呪文さ。それは便利そうですね。かなりね。だが取り掛かる前に少々課題をこなしてもらおう。中にはびっくりする課題があるかもね。まあやってみてのお楽しみさ。終わったら私の元へ来ておくれ。それからインセンディオに取り組むとしよう。終わったら私のところへおいで。どうしたの？どうしたの？クラブのことセバスチャンに聞いてきた。セバスチャンの紹介ならそれだけで十分。僕は招待制の決闘クラブ杖十字会で調整役をやってる。セバスチャンから紹介されるなんて強いんでしょ。決闘の素質があるらしくて。なら君にふさわしい場所だよ。杖十字会ってどんなの？僕が対戦相手を選ぶ。最後まで立ってた人の勝ちだよ。そうやって僕たちは学校一の決闘者を決めてるんだ。それからお楽しみ要素として勝てば賞品がもらえるよ。どうだい？もちろん決闘は楽しい気晴らしだからね。そうだね。それにパートナーと一緒に決闘できるんだ。最初はセバスチャンとのペアで、次からは一人でやるか。パートナーを連れてきて。リングに上がる気になった？ぜひそうしたい。いいね。いっぱい盛り上げてよ。出場したのを後悔させてやるわ。はいはい。レビオーソ。そんなもんなのか。僕もいつか出場してみようかな。すごい。セバスチャンの見立て通りだ。まだ手強い相手もいるけど、この調子なら次のチャンピオンになれるよ。最高だね。やるよ。もちろん。君の準備がいいなら2戦目もいけるよ。それと正式に入会したメンバーとして
杖十字会公認の訓練用人形が使えるよ。呪文の組み合わせを極めるのにいいよ。来てくれれば準備する。杖十字会での初勝利、やったね。いい勝負だった。ルーカン、杖十字会の次のラウンドは準備できてる？もちろんさ。すごい試合を揃えたよ。もう一勝負どう？準備万端、やろう。わかった。パートナーと参加するの？うん、セバスチャンと。じゃ、始めよう。負ける覚悟はできた？先に謝っとくよ。を出し切った。うん、そうだね。元から君は注目の的だったけど、今のラウンドの後じゃこれまで以上に目をつけられそうだ。次も勝つ気なら鍛錬を怠らないことだね。気を抜いたら命取りになるよ。準備ができたら知らせるよ。また後で。次はゴブストーンのための戦いだな。ルーカン、訓練用人形を使ってもいい？もちろん。コンビネーションの練習メニューを用意するね。今すぐやってみる？できたら嬉しい。人形が落ちる前に呪文を全部放つんだ。全部終える前に練習をやめるなら知らせてね。もう十分だね。いい感じだったよ。ありがとう、ルーカン。弱点を見抜くなら本番より練習中の方がいい。きっと手強い挑戦者になれるよ。課題はこれで終わり。努力が実り、あん、ヘキャット先生、課題を全部終わらせました。それは何より。ならインセンディオを学ぶ準備はできたね。準備というのは？言いたくはないが、不注意で聖マンゴ病院行きになった同僚を何人も見舞ってきた。火は従順なしもべじゃないってことを忘れないように。これまで見たあんたの技能には感心してる。だが集中を切らすんじゃないよ。あんたが燃えて授業が終わるなんてことは避けたいからね。始めよう。いいかい？正しく杖を動かすよう集中しな。集中しな。杖をしっかりと持つんだよ。ああ、来たな。先生、ヘキャット先生から防衛術を教えていただきました。そう聞いた。新しい杖によく馴染んでおるようだ。彼女や他の教授と連携し腕を磨き続けるように。とはいえ図書館への訪問をこれ以上延期したくない。では向かうとしよう。フィング、仕事だ。来い。
校長、生徒もいますし、予定も後にしたまえ。生徒のことも後回しだ。君とオズリックが招いた面倒の埋め合わせをしてもらわねばならないと思うのだが、5分後に校長室だ。腹立たしい男だ。残念だが、禁書の棚への遠征はもう少し後になりそうだな。でも先生、他に選択肢はない。我らが偉大な校長をこれ以上刺激するのは愚かなことだ。耐えなければならない苦労が終わってから君を探しに行く。セバスチャン、いたいた。あ、いたかった。トロールの襲撃の後、3本の砲撃でルックウッドたちと何があったか見たぞ。ビクトール・ルックウッドに目をつけられる生徒なんてそういない。何をしたんだ。同盟相手のランロクがグリンゴッツに入った僕を狙ってるからだよ。ランロク？グリンゴッツにはいつ行った？ドラゴンに襲われて逃げ込んだんだよ。実はフィグ先生がポートキーを持ってて。ポートキー？グリンゴッツへの？わけがわからない。僕だって何がなんだか。でもとにかく古の金庫に入って地図を見つけた。その地図が金書の棚を示してたってわけ。おいおい、冗談だろ。本当だよ。フィグ先生がこのことは誰にも言っちゃダメだって。もう喋りすぎちゃったかも。わかった。秘密は必ず守るよ。それが何だろうとね。ありがとうセバスチャン。捕まらないだけの賢さがあれば金書の棚も怖くないんだよね。その通り。今夜図書館の外で会おう。誰にも言うなよ。金書の棚を見ててバレたらどうなるのかな。罰則だろうな。だから注意しないと。例えばポルターガイストのピーブズは避けること。あいつはやたら物を壊すだけじゃなく、僕らみたいのを見つけてチクるのが大好きなんだ。師匠のことはどこまで気にかけるべきなの？スクリブナーは図書館で秘密の活動が行われるのを嫌ってるんだ。だから全力で避けてくれよ。あの人とは因縁があるけど、僕は出し抜けると思う。君はどうかわからないけど。ありがとうセバスチャン。また後でね。見えるか？あれが目指すドアだ。それと監督生に気をつけろ。スクリブナーにチクるのが大好きな連中だからな。見つかるなよ。いいな。忍び歩きは得意。行こう。ちょっと待ってくれ。知っておいた方がいい呪文がある。目くらまし術だ。入っちゃいけない場所に入るのに便利なんだ。唱えると目の錯覚程度にしか姿が見えなくなる。距離を保って静かにしてれば大丈夫さ。それって透明になれるってこと？ま、そんな感じだ。マントほど確実じゃないけど、あれは高いからな。でも呪文ならタダだ。やってみろよ。まずい。司書がまだいるぞ。早く本棚の裏へ。この時間なら司書はいないって言ったじゃん。普段はって言ったんだ。でも大丈夫。僕の後ろに彼女の机があるだろう。鍵はあの机の引き出しの中だ。まずはそれを手に入れる。僕が彼女を机から引き離すから、君は鍵に集中してくれ。金書の棚のエリアの外で会おう。え、なんで鍵がいるの？呪文があるでしょ。アロホモーラ、前は使ってたけど司書にそのことを気づかれてね。情に対アロホモラ呪文をかけられちゃったんだ。だから今はあの鍵がいる。でも平気さ。君を連れてくって言ったからな。約束は守るよ。鍵だ。あった。誰かいるの？ピーブズ、あなたなの？
思ったより簡単だったな。よし、本を探そう。よし、もうコソコソしなくていい。それで何探してるの？双子の妹のアンがホグワーツに復学できるよう治療法を探してる。みんなサジを投げやがった。どうして禁書の棚に治療法があると思ったの？ホグワーツの行為ならアンを治せるんじゃない？ああ、看護師にも病院にも聞いてみたけどね。でも自分で調べることもできる。ひとまずこの件は大丈夫。君の探し物に集中しよう。それで探し物は？見ればわかると思う。ずいぶんもったいぶるな。一体誰なんだ？セバスチャン・サローと小さな新しいお友達が立ち入り禁止の場所をうろついてる。悪い子、悪い子、捕まるぞ。おい、ピーブス、いいか。行ってやる、行ってやる、行ってやる。ピーブスめ、奴を止めないとまずい。それかせめて師匠と話して言い逃れしないと。まさか師匠に僕を突き出すつもりじゃないよね？そんなわけないだろう。友達に勝ちを作るのが好きでね。さあ行くんだ、幸運を。あのポルターガイストめ、どこへ行ったんだ？あの呪文ならこの甲冑を直せそう。レパロ、やっぱり古代魔術の痕跡だ。やった！見つかったのは本か。